フライン京都大阪方面よりお客様にお知らせいたします。次に今取り場に参ります。電車は18時34分発普通列車の姫路方面の鹿児島行きです。こちらの列車本日 JR 東海管内におきまして人身事故が発生いたしました。その影響により列車はただいま約3分遅れて運転を行っております。まもなく鳥居への到着となります。ご乗車のお客様2番乗り場でお待ち合わせください。まもなく2番乗り場には18時34分発普通列車の姫路方面鹿児島行きが参ります。